第8回広大生にインタビュー、工学部第2類3年の川上あかりです。広島県立三次高校出身です。私は、部活とサークルに一つずつ所属しているんですけど、部活が書道部で、サークルがマーマードっていうファッションショーを行うサークルに入っています。書道部の活動は、中国の昔の字が綺麗な人の本を見たりして、それをお手本にしたりして練習を各自で行っています。まあ、書道部だから黙々と書いてるとかっていうことをよく言われるんですけど、そうじゃなくて、ちょっとお話ができたりとか、みんなのお土産のお菓子があったりとか、あとはその日本の文化で留学生の方がたまに来られたりするんで、その方たちと仲良くなれるのもいい刺激になってます。マーマードは現在作る人の方が30人規模のサークルで、主な活動は大学祭、それに向けてファッションショーができるように活動しております。よかったなって思うことは、一人でやると私の独自の作り方とかしか知らないんですけど、みんなのその作っているものを見れて、世界観だとか作り方だとか、なんか新しい自分だけではできなかったことができるようになったりとかするのが良かったです。広島大学はすごく人数が大きい大学なので、やっぱり会える人もすごくいろんな人に会えるんですよ。だからそこがいい刺激を受けれて入学して良かったなと思えるところです。大学を決めるときに他の工業大学と迷ったんですけど、私の今いる工学部の電気電子情報システム系は150人くらいいるんですけど、女子が私の学年で7人しかいないです。やっぱり同性の友達もいっぱい総合学部だとできるので、そこがすごく魅力で、工業大学と比べて広島大学を選びました。私が伝えたいことは、休息を取ること、頑張れとかっていうことは今すごく言われてると思うんで、頑張りすぎると疲れちゃうんで、適度に自分の好きなことをしたりとか、リラックスできることとか楽しいことを見つけて、それもバランスよく入れていくことで、まあ、もっと頑張れたとか継続をすることができると思うんで、私は今休息が大事だと思います。私の笑顔のもとは人とのつながりです。人とのつながりっていうのが、今までの高校生とか中学生とかと比べて、大学生はすごく人と関わる輪が増えて、今その部活サークルだとか、まあ、そのもちろん学校で関わる人も多いですし、あとバイトもやってるんですけど、バイトだとか行動の範囲がすごく比べて広がったので、それで人と関わるのが私の笑顔の元になっています。人との関わりをこれからも大切にして、笑顔を褒められたりするんで、そのいいままでいれるように